皆さんこんにちは、クリーンと申します。こんにちは、今日もよろしくお願いします。さて今回ご紹介したいゲームはこちら、ロフレンズオブリンゴ石川。ではこのゲームの紹介をさなえさんお願いします。かしこまった。ロシアのインディーゲームスタジオよ。価格は1490円で購入できます。 Steam と Switch で発売されております。ここの開発者は日本のゲームくにおくんの大ファンであり、くにおくんの同人ゲームの開発、さらにはくにおくんライクなオリジナルゲームの開発、それがこのリンゴ石川なのです。開発者のお父さんが一から勉強し、このキャラたちを作ったそうです。いろんな苦難を乗り越えて出来上がった作品なのです。学生生活の友情と愛をテーマにした青春ゲームとなっております。最後までクリアできておりませんが、面白いと思ったので紹介したいと思います。はい、こちらがゲーム開始画面です。不良がまさにたむろってますね。今の時代はあまり見かけなくなりました。その不良の生活をこのゲームで楽しめちゃうんだ。こういうのに縁がなかった人も、あった人も一緒に100ハーしようぜ。100ハー。オプションで音量の設定などなかったので、少し音楽が大きいかもしれません。ご了承願います。さてどんなゲームか少し触っていきましょう。クニオくんでは次から次へと来る不良たちを、倒していくゲームですが、このゲームは少し違います。何が違うというと喧嘩をしなくてもいいし、なんなら不良なのに勉強ができます。ひとまず、夜も遅いので今日は寝ましょう。まだ11時ですが寝るんですね。健康第一の不良なのかな。これから喧嘩しに行くのに寝不足はダメなんだ。そうね、眠いと力出ないもんね。しかも寝る子は育つんだ。もっと強くなるためにはたくさん寝るんだよ。はい、おはよう。8時だ、学校の時間さ。ちゃんと朝から学校行くんですね。真面目な不良さんかな。もちろん学校行かんくてもゲームは進みます。なのでユーザーによってこの主人公のリンゴの強さが変わりますね。アプグ要素もあってレベルがあります。喧嘩すればするほど強くなっていくんだ。私はとりあえず真面目に学校に行ってますね。はい、学校に到着。他の人たちも登校してますね。うわ、出たヤンキー座り。はい、この方リンゴくんのお友達。お話ししたり連れて遊びに行くことも可能です。話す内容がもう恐ろしい内容ですね。日本骨いっちまったとか普段の会話であまりしませんものね。では教室に向かいましょう。リンゴの教室は3階にあります。そうそう、この学校の授業開始は9時だそうで、9時に教室に向かうように。充実した学校生活を送る不良さんかな。このノボルさん、会話するとあのゲームやったかとか、この漫画が面白かったとかいうオタク枠。そのオタクにも優しいリンゴさん、かっこいい。人気がある不良さんかな。リンゴの席は一番後ろです。席に座ると授業が始まります。ちゃんと授業受けるんですね。真面目な不良さんだ。この場面も操作ができます。ノート書いてみたり、ポッケに手を突っ込んでみたり、窓の外見たり。今思えば私も学生生活の時は同じような姿勢だったかもしれません。先生はゲテる。あ、今なんて言った。あんま舐めた口聞いて、一つ目の間にノートの紙シュッとしてやんよ。ひー、すいません、何も言ってないです。そんなこんなで1次元目終わりです。 2%。 授業を真面目に聞くと勉強値が上がります。はい、こちらリンゴくんの成績。おバカさんやん。不良だからね、仕方がないね。ただ今みたいに授業をちゃんと聞いたり、家に帰って勉強すれば右側の数字が上がっていくんだよ。なるほど。クニオくんと違うところはこのゲーム、勉強して優等生になれちゃうところだな。ただ勉強ばっかりしてると、レベルが上がらないので強く離れない。プレイしていて悩むポイントですね。ということで放課後です。2次元目はカットしました。このゲーム1日2回授業受けれます。今日はこれから何しようかな。何ができるんです？仲間連れて喧嘩に行くのもよし、家に帰って勉強するのもよし、ボクシングクラブに行ってボクシングを習うのもよし。今日は仲間と喧嘩パーティーに決めました。屋上に溜まっておる。昭和のドラマみたいですね。この3人を連れて隣の学校の奴らと喧嘩してくるぜ。100パー。タバコも吸えます。うわ、やっぱ不良さんだ。今まで不良っぽくなかったけど、ここで一気に不良っぽくなった。しかも投げ捨てた。これ絶対先生にバレるよね。先生も黙認してるのかしらね。さあ学校を出てこの道を行けば、違う学校の奴らが溜まってるはずです。おいた、いた。
変な色の学生服ですね。はい、正面衝突、いきなり始まります。ここ通る人かわいそう。絶対心臓バクバクしてますよこれ。結構難しくて普通に負けます。負けてもゲームオーバーとかにはならないのでご安心を。すでに私はボクシングクラブで鍛錬してますので、多分勝てると思います。大乱闘ですねー。警察とか来ないもんなんでしょうかねー。これは勝てる流れ、相手はもう二人沈んでます。囲んでボコボコよ。はい、勝ちました。10年早いんだよー。全員倒すと経験値がもらえます。さらに懐まさぐってお金をいただいちゃいます。まさにゲドー。この世は弱肉強食、負ける方が悪いのさ。こいつでいいんかよ。高校生が106円って結構少なくない？ジュース買ったら終わりだね。さあ勝利の一服。まさに不良。こんな感じで喧嘩して買ってお金いただいて、それだけじゃなくてしっかりストーリーもあります。イベントもその場所に行ったり学校に行ったりすれば起こります。自由な学生生活送ってる感じなんですね。そうですね。何もしなくて本屋さんで本買ってベンチに座ってただ本読んで終わるなんてこともできます。時間に余裕があるって羨ましいですね。ここから2戦目突入ですが、ここはカットします。さあ喧嘩したら腹減ったぜ。高校生といえばハンバーガー、ちゃんとご飯屋さんもあります。ご飯を食べれるんですが、食べて何になるかが不明なんです。普通 HP 回復とかなると思うんですが、回復しません。トルネコみたいに腹減りゲージがあるわけでもありません。ただの雰囲気になっております。まだ私も完全に遊びきれてないので何かの意味があるかもしれません。それも今後の楽しみにしたいと思います。さあご飯も食べたことですし、家に帰りましょう。18時に帰るって門限がある不良なのかな。いやいや、これから勉強タイムですよ。頭がいい不良を目指してるのかな。ご教科あります。私はまんべんなく勉強しております。ちなみに得意科目はありません。もう勉強の仕方すら忘れました。本もあまり読むこともなくなりました。たまには読んでみようかねー。ここがリンゴの本棚、今2冊読み終わりました。ベランダでタバコ吸うと隣人に怒られますよ。この時代背景はどの時代なんだろうか。80年、90年代なら怒られないかも。電車や飛行機とかでも吸える時代でしたものね。家出たら家の前で喧嘩を始まってた。他校同士で喧嘩とかしてるんですね。そこに混ざることも可能ですぞ。はい、買い物のやってきました。ここで何が売っているかというと、テレビデオ。これゲーム機ファミコンだよねー。これでいつの時代かわかりますねー。所持金861円で、テレビデオ19,900円って全然足らないじゃんかよ。喧嘩して倒して1人当たり100円ぐらいだとすると、200人ぐらい倒さないとテレビデオ買えない。持つのか俺の拳。テレビデオ買ったらゲーム機も欲しいだろう。148人追加だ。格闘技家とかになった方がいいんじゃないのか。帰り道にタバコ買って、家に着いたら軽く運動して、11時半になってご就寝。翌朝8時半頃起きて学校に向かう。それがこのリンゴの一日だったとさ。友達と遊んだり喧嘩したり、買い物行ったけど金ねえとかなったり、ハンバーガー買ったりで充実した一日だったな。どうでしょうか、このゲームの魅力が少し伝わったでしょうか。特にこれやれとかなくて自由に生きる、不良は縛られない、そんなゲームです。気になった方はぜひプレイしてみてください。ストーリーもあるので熱い友情物語を堪能できますよ。きっとやればハマること間違いなしですぞ。やっはー。それではこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。これからもどんどんおすすめのゲームを紹介していきますわよ。またこれが面白いとかおすすめなゲームがあったら教えてください。一ゲーマーとして遊んでみたいのです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。